カオスか希望か新宿駅南口、中国人留学生の反習近平集会に8時間密着して見えたもの。11月30日夜、新宿駅南口で中国国内の反ゼロコロナ運動、白紙運動、白紙革命に呼応した在日中国人の若者らによる集会が開かれた。すでに前夜から多数の報道があったので知っている人も多いだろう。私が見たところ人数の規模は中国人だけ数えても500人以上、報道陣や野次馬も加えれば1000人を優に上回った。とはいえ日本版の白紙運動の現場の印象は一言で言えばカオスであり複雑だった。母国の学生運動や大衆運動に呼応して活動するとき、デモや市民運動の経験が豊富な在日香港人や在日台湾人の学生はかなり整然と活動をこなすのだが、2019年の香港デモの場合、現地よりも在日香港人のデモの方が行儀が良くて垢抜けていたくらいだ。中国人はそうはいかない。中国人の場合、母国では官政以外の政治恣意活動が厳しく禁止されている。自由に意見を表出するデモや政治集会は過去の参加経験どころかそもそも見たことさえない人が多い。故に新宿の現場は大いに混乱しており、他人事ながら見ていてハラハラした。だが一方でカオスの中に美しさも見えるという不思議な後味も残った。イベントごとに代表者が違う。日本での白紙運動のイベントの主催者は身バレのリスクを減らす目的もあって全員が匿名だ。明確な組織も存在していない。彼らはデモや集会ごとにテレグラムやその他の SNS でプロジェクトグループを作っている。集まる名目は本国のデモの発端であるウルムチでの火災犠牲者の追悼を掲げるものが多いようだ。なので12月上旬にかけて日本の各地で若い在日中国人による様々な活動が予定されているのだが、中心人物は同一とは限らない。ただし複数の SNS グループを掛け持ちしている人も多いので、各活動には緩い横のつながりが存在する。今回の11月30日の集会については、私がこれまで追ってきた若い在日中国人の体制批判の動きと連続性があったため、主催グループとは容易に連絡がついた。とはいえ今回の集会は大手マスコミ各社が現場に取材に来る。私は他社と差をつけるため主催者に頼み込み、集会の開始4時間前の準備段階から3回の2時間後まで完全に密着することにした。今回はそのルポをお届けしたい。テキパキ働き続ける中国人。主催グループの指揮部はこの日の会場である新宿駅南口のすぐ近くの貸し会議室を8時間レンタルし、臨時の基地を設営していた。指揮部や基地は彼らの表現である。グループのメンバーは70人ほどらしいが、基地に出入りしていたのは25人ほど。見た限りでは男性9割、女性1割の割合である。全員に確認したわけではないが、何人かの証言や従来のネット上の動き等の連続性、平日の昼間に長時間活動できている事実などから考えて、過半数は留学生だろう。しかもかなり頭のいい大学の学生だ。2014年の台湾のひまわり学運や2019年の香港デモと同じく、白紙運動のメンバーも交通整理班、物資調達班、後片付け班などの役割分担を行っていた。大量のトランシーバーや顔を隠すためのお面をはじめ、各種の変装道具、屋外用のバッテリー、追悼に用いる LED キャンドルなどはメンバーでお金を出し合って調達したらしい。活動の内部文書を見ると、不文化、不活跡、仲間を疑わず分裂せずなど香港デモの用語も少し混じっている。基地となった会議室では19時からの集会で使う縦看板や小道具の制作、
スピーチライティングの準備などがものすごい速さで進んでいた。結果的に言えばその後の集会では十分に役立てられなかったものもあるのだが、この時点ではかなりテキパキ動いていた印象で、一人も手持ち無沙汰の人がいない。この日、私は普段ボドイ、ベトナム人の逃亡技能実習生取材を一緒にやっているカメラマンの郡山総一郎と一緒に来ていた。主催グループの若者が猛烈な勢いで効率的に動き回る様子を見て、やばい、中国人は優秀だ、高学歴の留学生すごいと、普段見ているディープな光景とのあまりのギャップに感嘆したのは事実であった。開始前はメンバーたちはいずれも緊張した表情だった。終わってから打ち上げはするの?と尋ねた私に、追悼のための集会なんです、本来ならやるべきではないこと、危機として打ち上げをやる気にはなれませんと固い表情で答える若者もいた。目立ちたがる活動家にジャックされる集会とはいえ、万全の準備にもかかわらず集会はかなり混乱した。強硬な反中国を掲げる市民運動は、日本では2008年春のフリーチベット運動からもう14年も行われている。それらの活動家が旗やプラカードを現場に盛んに持ち込んだことで、外から見るとかなり極端な、しかも従来の日本の右派の市民運動と変わらない集会に見えてしまったからだ。またこれまた主催グループとは無関係な極端だったり目立ちたがり屋だったりする中国人の抑え込みにも失敗していた。中国の各地域分裂と四川省の独立を訴える謎の活動家が巨大な旗を出して演説スペースの背後に陣取ったり、またイギリス領時代の香港旗などたとえ体制に批判的な中国人でも一般的には距離を置くようなアイコンが登場したりするのも止められなかった。そもそも今回白紙運動の集会現場にやってきた一般の在日中国人は、ウルムチ火災などでのゼロコロナ政策の犠牲者を純粋に追悼したい人から、政策を生み出した習近平の独裁体制に憤慨して中国共産党や中華人民共和国を健全化したいと考える人、そして党の打倒を考える人まで立場に相当なグラデーションがあった。日本に置き換えれば、同じ野党勢力でも体制に肯定的な国民民主党から公安監視対象である新左翼セクトまでいろいろいるのと同じことである。なのに集会で新左翼の旗しか出ていなければ一般市民は違和感を持つだろう。なので実は基地でのミーティング段階では会場を細かく分ける計画が出ていた。すなわちルミネ側から見て右に行くほど穏健エリア、温住区、左に行くほど過激な政治主張を行うエリア、熱血区を設定。一方で香港や各少数民族の独立運動家やそれを支援する日本人市民活動家など各種各様な人たちはさらに左側に作る世界尺大団結区に入ってもらい、穏健に追悼したい人たちと過激な勢力が重複しないよう配慮するはずだが、結果的には集会会場の全体に過激な旗やプラカードが配置されることになった。声を上げるだけで感極まる。当然このごちゃごちゃ感に不快感を持った人はそれなりにおり、主催グループに協力した別の穏健派の参加者も集会後にテレグラムに否定的な意見を書き込んでいた。私の身辺を観察しても、日本在住歴が長くて日本社会のダメな市民運動のテクストを知っている中国人ほど集会の光景を気持ち悪いと嫌がっていた。ただ現場を見るとそれでも喜んでいた在日中国人もかなり多かった。中国共産党や習近平のゲアを求める声は過激エリアだけでなく穏健エリアからも盛んに上がっており、しかも何度も繰り返される。穏健エリアでは自由万歳という叫び声も多かった。白い紙や自作らしき様々なプラカードを持って立っている人も数多い。自分と同じ考えの仲間がこんなにいたなんて知らなかったと感極まって泣き出している女の子がいた。同行していた彼氏が慰めていた。とは会場にいた私の友人の証言だ。そもそもこの日の新宿駅南口に集まっていた若い中国人のおそらく8割から9割は、これまで自由な政治集会に参加したことも、
中国共産党や習近平の非難を群衆が口々に叫ぶ姿も見たことがない。後者については日本人の私ですら3日前に初めて見たばかりである。それどころか彼らにとっては中国政府に異議を唱える一般市民の中国人という存在すらリアルではほとんど見たことがない、レアポケモンのような人たちだったはずだ。